福田モーター商会は3月22日から24日に行われた第40回東京モーターサイクルショーで前衛的なスリーター AD トレイを発表出展した。国際特許を取得した開閉式ルーフを装備するスクーター AD シリーズは優れたウェザープロテクション性能と大容量のトランクが特徴。 今回の AD トレイは同様の機能はそのままに前輪を2つのホイールとした。これによって快適性と安全性が一層増している。担当者は 安定性があるのでシティコミューターとして使ってほしいという。水冷4ストローク単気筒 205.3cc で最高出力は 15.7kW、20.7PS。今年上半期発売予定。 また同ブースでは、全天候型対応可能、大積載の電動三輪、デリバリースクーター、カーゴ3も展示。アディバ独自の傾斜システムが、四輪車並みに優れた積載機能と二輪車のような高い機動性を両立させた。